今年で3回目となるこのイベントは、国内のご当地アイスや海外のアイスまで100種類以上が並んでいます。大きな保冷バッグを持参してバッグいっぱいに買い求める人や、会場のイートインスペースでは購入したアイスを早速開けて美味しそうに食べる家族連れもいました。珍しいアイス食べれるんで結構来てますね、毎年ね。特別感があって楽しみにしてたので良かったです。普段そんなに食べないんですけど、やっぱりこの暑さでペースは上がってますね。浜名湖アイスエキスポは今月29日までボートレース浜名湖で開催されています。